こんばんは。では動画やっていきたいと思います。まずは時代の動画からですね。あのパソコンをいじってて、あれ、その年賀状とか作ってるってことでね、その完成した年賀状とか見てみたいです。どんなのが作れるのかっていうのを楽しみにね、その作れたら送ってください。楽しみに待ってます。まあなんかいいよね、新しいパソコンをいじるのって楽しいよね。新しいおもちゃを得た子供みたいな感じで、なんでね、そのいろいろまあ新しいものをね、その慣れるように楽しんでください。で、カホリはまず千葉ジェッツが見てたよね。まあ千葉県民だけど、まだその千葉ジェッツについてあんまよくわかんないから、その富樫くんぐらいしかわかんない、富樫くんぐらいしか大きいのから、そのもっといろんな選手を知りたいですね。で、なんかすごい外国人がね、47点取ったって言ってた。あの人すごそうですよね。まあ、なんか、あともう何日間後には NBA が始まるってことで、楽天 TV はね、やってないんだけど、ちょっと見てみたいですね。今年からなんかバスケ詳しくなろうかなって思ってます。はい。で、今日撮る動画なんですけど、まあ、なんでこんなとこでやってるのかっていうと、その時間短縮のため、顔をそう洗顔やったりとか、そうね、時間結構有効に活用できるかなと思って。で、あとはその明日、まあ特に予定がないんで大掃除もやろうかなっていうのが報告ですね。そう、なんか最近その掃除はたくさんやれてないから、ベッドの下とか、その前カフリがなんかやってたみたいに結構大胆な掃除をやろうかなとは思ってます。埃がやばそうなんですけど、そう、結構そのね、やって特にいつもやらないとこを中心にやっていこうかなと思ってます。でですね、まあそう、今日のその話す内容としては、その大掃除、まあ、どこやるかって言ったら、まあ、ベッドの下、タンスの上、あとはなんかその見た目だけじゃなくて、そのタンスの中とかね、いらないものを捨てていきたいなと思ってます。で、そのなんか面白いドラマとかって言ってたけどね、まあ僕その見ましたね、韓国のその走るなんとかみたいな、陸上選手と翻訳家のやつ、まだ1話しか見てないんですけど、結構あれ面白そうですよ。女優さんも女優さんも可愛くて、俳優さんもイケメンだから結構、あとはなんか23、24でもう2話ぐらい放送されるから、合計4話ぐらいなの今週で。まあなんかね、先取りっていう面では結構いいのかなと思います。なので、まあ時代もね、まだスタートアップ結構もう終わってるから、そのなんとかなんと、今陸上のやつ、俺が見てるやつ、まあ、もう2話見て面白かったらもう1回おすすめします。はい、まあ僕今もうすごい眠たいんで、これで動画終わりにします。